公認参議院候補牧野孝夫本人よりお訴え、そして最後のお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。お聞きください。浜松の皆さん、そして西部の皆さん、本当に雨が降る中、このように大勢の皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。今、片山先生、塩原先生、そして加藤先生、それぞれの皆さんからお話をしていただいた通りのことでございます。私は今、2度目の国土交通副大臣を務めさせていただいておりますけれども、私がまず自分の役目としてやらなきゃいけないのは、先ほど来お話があった防災・減災・国土強靭化、これをやらなければいけない、進める役目を担っております。この浜松は今、海岸線に防潮堤を県が作っております。これも今年度完成をいたしますけれども、まだそれから東の方は7年、8年、十何年かかるという、そういう計画になってます。まずそれを私は1年でも早めたいと思ってます。そして今、この浜松市内でも山から川から、そして港から点検をして、危ないところを今最優先で補強をさせていただいております。これ何のためにやってるかといえば、やっぱりいろんな政策、いろんな課題がありますが、なんといってもここにお住まいの皆さんの命、国民の皆さんの命を守っていくのが私たちの最優先の役目だと思って、それを行っております。そしてこの命を守るということは本当に大変なことです。先ほど加藤総務会長がおっしゃったみたいに、昨年のこの時期7月に西日本豪雨がありました。私は当時、国交省の災害対応の責任者でしたんで、その西日本豪雨の現地も行きましたけども、人を送り出したり、また救援物資の物流の手配をしたり、そうしたことをさせていただきましたけども、実は岡山県で決壊をして家屋を押し倒し、そして尊い人命を奪ったのは、国が管理している一級河川ではなくて、岡山県が管理している二級河川です。しかしその河川も、私たちが政権を失う前まで順次整備を進めていった。ただし今から10年前、私が初当選させていただいた選挙は自民党が大敗をし、その後の衆議院選挙でも同じ結果となり、矢に下りました。その時私たちが負けた一つの相手のスローガンというのは、コンクリートから人へでした。しかし私はこの今の役目、今の職を2度経験させていただいて分かったことは、もちろん人を守ることが大事なんですが、その人を守るのはコンクリートが守っているわけです。ですから公共事業を半分に減らし、そして農業の予算も半分に減らし、そうした結果が、そうした災害を私は起こした一つの原因にもなっていると思います。そういうことは私たちは絶対やらない、責任を持ってしっかりとした政治を行って、国民の皆さんの命を守っていく、それはもう使命です。ですからそれをやっていかなきゃいけない。そして私はもう一つ守るべきものがあると思ってます。それは地域と地方です。東京の一極集中、これはこの何年かいろんな手立てをしてますけど、なかなか是正ができない。しかしこれからもやっていかなきゃいけない。そして地方創生はそれぞれの地域の特性や特徴を生かして、その地域がやはり先ほどお話のように出てった人もまた戻ってくる、そこで働く場を作る、そしてまた住みやすい環境を作る、そうしたことが大事だと思っております。この浜松も、そして県の西部はものづくりの地域です。そのものづくりの特徴を生かして、やっぱり新しいその産業の中でも分野を探していき、それを育て伸ばしていかなければいけない。この浜松イーグラウン整備では、先ほど塩谷先生がおっしゃったみたいにポテンシャルがいっぱいあります。東西では東名、新東名が走っている。スマートインターチェンジも順番にできている。その上で南北で言えば三遠南信自動車道、これも今年度三作本佐久間の間が14区間になりました。ですから長野県の飯田から伊那さまで全ての線がこれでつながりました。あとはスピード感を持って整備を進めていく。そしてまた三ヶ日から豊安港まで、これも今計画段階評価という一番最初のステップですけども、その段階でこれからその調査をもう始めてます。そういう縦の南北の骨格道路、高速道路が2本進められているものと、これからやろうと計画されているもの、それもあります。そして南を行けば国道1号線の浜松バイパスは23の信号機がある、交差点がある。だからいつも私も苦労してます。大渋滞になる時間帯もあります。そこのちょうど中央部については高架事業をこれから計画をしていこうということで、これも市も入って県も入って国も入って計画段階評価という1番目のステップにもう入ってます。ですからこれをこれから地元の皆さんのご意向を聞いて、どういう方式でやるのか決めていく。そうしたことがこの浜松周辺西部ではいろいろ計画されております。ものづくりでものを作って、あと大事なことはそれを物流として運んでいくことが大事です。それは陸の場合もある、道路の場合もあるし、港から海運で運ぶ場合もあります。そうしたいろんなファンダメンタルな要素、それがこの浜松西部にはあります。そうしたことを私たちはちゃんと皆さんと話をしながらやっていきたい。そして人口減少化社会の中でもこの浜松西部を守っていきたい、そう思っております。命を守り地域を守る、これが私の使命だと思っております。この選挙、いよいよ今日と明日だけになりました。私自身はずっと最初から楽な選挙ではない、その思いでずっとやってまいりました。どうしても野党のお二人のそのせめぎ合いがクローズアップされ、私一生懸命やってもなかなか訴えが有権者の皆さんに届くかなと思いながらずっと戦ってまいりました。ここで皆さん方にお願いをさせていただきたいのは、それぞれの応援の先生方からお話があったように、あと1日であります。ぜひもう一度それぞれの関係の皆さんにお願いをしていただければ本当にありがたいと思います。私もとにかく明日の夜、そして投票日、投票箱が閉まるまで全力で戦ってまいります。私も金谷の生まれですんで、大井川の西は遠州です。遠州の血が流れている、その誇りを持って最後まで全力で戦います。ぜひ遠州の皆さんのお力を最後に大きなご支援を賜りたく、よろしく。